アニメ化。時は逆襲のシャアの舞台である宇宙世紀0093から約100年以上も先になる。宇宙世紀 O203。 この当時、サイド2にあるヘラスを拠点とした、ジオン系組織から誕生した反地球連邦組織である、D オーガニゼーションと、腐敗した統治を行っていた地球連邦軍下で、地球上の不法滞在者を摘発していた機関であるマンハンターを母体とする組織、マハとの間で抗争が起きていた。そして、D オーガニゼーションは組織を設立した宇宙世紀 O155 より前から、スペースノイドの英雄であるシャア・アズナブルの記憶を持った、メモリークローンという存在を作り出す、シャア・コンティニュー・オペレーションという計画を立て、名前通りシャアの再生を計画していた。そして、その一環で開発されたガイアギアシリーズの1号機が、このガイアギアアルパである。ガイアギアアルパ。開発コード、α000001。富野義行氏により描かれた宇宙世紀を舞台にした小説、ガイアギアに登場。アルファはアルパージールと同じで、アルパと読む。名称のガイアギアには、地球という大地、宇宙あるいは地球の生命をつなぐものという意味が込められている。メインパイロットは前述のプロジェクトで生み出された、シャアのメモリークローンであるアフランシ・シャア。本機はこれまでのモビルスーツとは違い、マンマシーンというモビルスーツに代わる人型兵器になっており、機体の修理や改造強化をしやすくするため機体は複数のモジュールで構成されている。そして、モジュールユニット同士はコネクタの結合だけで、簡単に交換できるようになっている。さらに各ユニットの位置関係を組み替えることでフライングフォーム形態、ベータガンダムでいうウェーブライダーモードになる。背部のウィングバインダー式の VG 翼と脚部には、計4機の熱核反応エンジンを備えており、これらはジェネレーターとしても機能する。さらにこの熱核反応エンジンは熱核ジェットロケットエンジンとして機能するほか、ミノフスキークラフトによる推進力を発生させるため、この2つの組み合わせにより発生する推力で、単独での大気圏離脱、突入が可能になっている。VG 翼にはミノフスキー粒子散布装置も搭載されている。そして、コクピットブロックはパイロットの生存率を高める措置が取られており、機体に発生するミノフスキー粒子を活かし、浮くことでパイロットを衝撃から守る上に、コア内のシートもコンピューター制御された三重のショックアブソーバーで、守られているという究極のショック吸収構造を採用している。強すぎる衝撃で機体は無事でもパイロットが汚打物という事態とは、おさらばというわけである。またコクピット周辺にサイコフレーム式のサイコミを搭載しており、これによってパイロットはサイコウェーブを増幅させるとともに、脳波感知システムを持ったヘルメットを介し、意思を直接駆動系に伝えることができるようになっており、その結果反応速度、追従性が極限まで高まり、手足を使わず脳波で十分に操縦が可能になった。そのため高速戦闘が可能であり、飛行形態でなくともマッハ3程度のスピードを出すことができる。ここまででも脳波で制御できるパイロットに優しい、マッハ3で飛ぶ可変型大気圏離脱突入可能機というわけだが、さらにアルパの特筆すべき能力はアイフィールドの進化版とも言える、ミノフスキーバリアーを使える点にある。これはエネルギーを大量に消費する代わりにアイフィールドで冷気された、ミノフスキー粒子で機体を包み、縮体させることで発生するメガ粒子の質量をエネルギーに変換し、実体弾、ビーム問わず滅殺させるというもので、ミサイルの信管を誤作動させ近くにあるミサイルを誘爆させたり、カンネルを自爆させたり、さらには大気干渉を打ち消せるため、マッハを超える際には全身を覆い機体保護の役割も果たせるわけである。さらにこの効果はとんでもない副次効果も発生させることになるわけだが、その他、アルパの防御性能は非常に高いものになっており、長距離移動用オプションとして両足に装着するモーターボードから、被弾対策、および撹乱に使えるダミーバルーンを100個近く出せる上に、アルパのフライングフォーム形態も近接防御に対応しており、
機体各所に配置されたビームサーベル用の塚から、発射したビームをバリアーやシールドのように、防御用として用いることができる。さらにフライングフォームを形成するバックブロック部分は、十分な推力が得られなくなるデメリットはあるが、アルパ本体と切り離すことが可能なため、万が一被弾した時のトカゲの尻尾切りのような使い方もできるのである。このように総合的な防御性能も至れり尽くせりとなっているわけだが、武装に関しても機体自体の莫大な運用容量と、下機管制システムを司る FCS コンピューターユニットの組み合わせにより、幅広い状況に対応できるようになっており、20mm ガトリング砲、ビームサーベル、ビームライフルといった基本的なものから、ハンドビームガン、グレネードランチャー、ハイパーバズーカ、チャフディスペンサー、カンネル、ハイパーメガランチャー、空対地ミサイル、サンドバレル、クラスター爆弾といった、多彩なものが用意されている。さらにこの FCS コンピューターユニットの拡張性は無限に近いものがあるため、やろうと思えばいくらでも武器を増やせる仕様になっており、超高速で動く武器庫状態にもなっているわけである。以上がアルパの持つ基本性能、そして武装等になる。そして、劇中初登場時は機体のサイコミュが反応しないパイロットが乗っていたため、大きな変化がなかったが、ディオーガニゼーションの実質総帥という立場にされた、アフランシシャーの上記となってからはアルパのサイコミュが、彼の戦闘記録を学習し、目覚ましい成長を遂げていくのである。組織名をアフランシがメタトロンに改名したのもこの頃。そして、アフランシとの戦闘で得たデータの影響は、その後、アフランシの部隊のパイロットであるメッサーが、一時的に操縦した際にさらなる能力を目覚めさせ、搭乗者と機体がまるで一つの肉体になったかのような動きを発揮するようになる。その後再びアフランシの上機に戻った後、最終決戦では、フライングフォームに変形し、ミノフスキーバリアーを展開し加速しながらマハの戦線に突進した際、至近に発生した電磁波とミノフスキー粒子がバリアーに干渉し、あたかも輝く光の鳥のようになるという現象を引き起こした。そして、アルパが発した閃光の筋はマハの機関である、マハゲイジスの前衛に位置するマンマシーンの部隊を取り込み、敵方から撃たれたビームライフルとミノフスキーバリアーが、さらに干渉することで発生した爆発的な干渉波の衝撃で敵機を自爆に追い込んだ挙句、その際の核融合爆発でアルプス山が蒸発するなど見事なガイアギア無双となった。そして、アルパはマハのパイロットのジャン・ウェンフーやウルガ・カル、ギッズ・ギースを撃墜し、マハとの戦いを終えた後、マハに囚われていたアフラン氏の婚約者であるエバリーも連れ、戦線を離脱し、最後の燃料でイギリスまで行き、アイリッチ海を渡り終え燃料が尽きたところで、アフラン氏によって海に投棄されその役目を終えるのであった。アフラン氏は最終決戦の時には連邦軍と繋がっていたメタトロン上層部と、マハの両方に狙われる立場になってしまっていたため、組織には戻れず、その選択を選ぶことになったのである。本編未登場だが、ガイアギアシリーズは、胸部がトリコロールに塗装され、頭部はガンダムタイプになっている。ガイアギアアルパの変形機構の試験機と、マンマシーン形態時よりも飛行形態時の戦闘能力を特化させた、ガイアギアライデンが設定上で存在した。その他にもガイアギアアルパの発展、後継機が検討されていたが、開発前に終戦を迎え、さらにメタトロンも解体されたためこの計画は設計段階で破棄され、ガイアギアシリーズは1号機であるアルパが唯一の機体となったのであった。ちなみに、ガイアギアはサウンドシアター版もあるが、そちらは小説とは組織の成り立ちや立ち位置などの設定が、結構変わっていたりする。その他、ガイアギアは設定のハードルの高さもあり、賛否両論な作品ではあるが、現在は小説、サウンドシアターともに絶版となっている。再版を望む声も多くあったが、権利関係の事情もあるようで、富野氏から明確に拒否されてしまったため、現在では中古品のみしか手に入らない状況であるようだ。
今回の解説はこれで終了となります。ご意見、感想等、コメントをお待ちしております。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次回にまたお会いしましょう。